今朝、留萌の苫前町の国道232号で複数の車が絡む事故があり、少なくとも2台が路外に転落、今も通行止めが続いています。午前8時半過ぎ、苫前町小骨の国道232号で事故を起こしたと乗用車の運転手から警察に通報がありました。警察が現場を確認したところ、乗用車2台が路外に転落していたほか、複数台の車が雪山に乗り上げていたということです。この事故によるけが人はいませんでしたが、今もおよそ5キロにわたって通行止めが続いています。警察によりますと、事故当時現場付近は吹雪で視界が悪く、ホワイトアウト状態だったということです。